ボンジョルノあっちゃんです。今日はね11月の6日日曜日、あっちゃんのねソーレタイムです。はい、ではちょっと血圧測りましょう。はあ、眠たいね。最近ね夜遅いからさ眠たいわ。まあ夜遅いって勝手に自分で遊ぶだけだよね。139-81-59。はい、今日のストレッチは、あ、これは動画でけんな。寝転んで足を曲げるストレッチ、ちょっと動画ではできへんね。ソーレ飲みながらまさかできへんね。後でやっときます。寝転んで足をキュッて逆曲げてお尻の下に敷くんやって。で、ももを伸ばしましょうっていうストレッチなんで、はい、で、ソーレ飲みましょう。俺も2年ぐらい飲んでるよね。2年続けてるね。体調がこう落ちていかへんっていうことで、いいポテトあちゃんもね、お前に塩はダメやったらもうとっくに体壊してるよね。もう出血したけど、あれはそれまでの節制が出ただけでね。もしそれ本当に悪かったら後遺症残ってる。だって残ってないからね。やっぱり何らかしらのデトックスやったんやと思うんだけどね。そんなことは今ねちょっとね、首のこの後ろが痛くてね、昨日すごい痛かった。今日はマシやけどね。こういうストレッチをしとこう。待って、肩をこう広げるのがいいらしいけどね。背筋ピンと伸ばして、ここは春日みたいなこのポーズ、これがええらしいんだけどね。肩がすごく凝るのね。模型部してないんだけどね。模型部って結構肩こりよね、細かい作業するから。でも、まあ、模型部というか模型作るとね。でもここ数日作ってないからね。だからだけど、まあいいや。今日何しようかな。なんかね作りたいなと思ってんだけど、そろそろ色塗りたいよね。塗らんとすまない。今ねその上に NSX があるのよ。新型 NSX。あれがね途中まで作って、もう車体とエンジンまで作る。ボディ塗り今ってね。あれボディ塗らないし、86ボディ塗らないし、何サニー GTR を買ってるというね。でバイクのプラモデルもどうしようかなと思って、ちょっとね出してきてんねんけどね。あとあのラジコン
この前買ったラジコンもねちょっといじくりたいなっていうのもあってね、まあ、いろいろと、模型部は楽しくってね、やっぱり好きなことは楽しい。で、よっこいしょ。もうね、やって。ほんまにね、この好きなことして生きていくっていうの、もちろんね、あの仕事でできへんのあると思うけど、仕事のね、ある日ない日とかって、あったり休みの日とかね、とか、まああのほんまにある程度年を重ねていくと面倒くさいっていうのもあったり、ウキウキワクワクがなくなるのね。だからやりたいことをしない人が結構増えてきて、あっちゃんのお友達でね、結構食べることが好きな人がおって、全国食べ歩きしてるらしいねんけど、でも、もうね、旦那と一緒に行くのも嫌やから、女友達、おばちゃん仲間で行ってねーん言うて話すとってね、おばちゃん仲間でね全国食べ歩きして、でみんなでその旅費割り勘、車のガソリンとか高速代割り勘で食べるもの食べに行ったりね、それで一日過ごして、なんだ旦那の顔も見やんでいいしないって言ったけど、笑うとだけどね、そういう楽しみ方もありやと思う、ね、だから趣味っていうのはやっぱり、なんていうの、ほんまに何かする手芸とか模型とかね、あの園芸とかも面白いけどもね、食べ歩きとか旅行とかってすごい楽しいらしい。なんかもね、余裕があってきやけどね、別に食べ歩かんでもね、家でね自分の好きなもの買ってきて、自分の好きなもの作ってっていうのもありやと思う。ご飯とは別でね、ご飯はもう毎日のルーティン、でもそのご飯でも自分のやりたいこと、食べたいことやるっていうのもありやと思うしね、こういうところでね、やっぱりあの好きに生きるっていうのがね、あっちゃんそれ大事やと思うね。あっちゃんその好きに生きるっていうのはすごいいいことやな。ほんまにね、何回も言ってると思うんだけど、模型部で好きにしようと思って、模型をするのがいいんじゃないのよ、自分が好きなことをする模型、まあ一つまあね、とって模型としてもね、毎日模型するわけじゃうからね、その模型をするぞ、好きなことをするぞっていう時間を決めてやると他のことが楽しくなるのよ。あーちゃんも YouTube の仕事、動画の作成とかもね、なんかこう惰性でやってたり仕事感でやってたりっていう時期もあったけど、今模型を一生懸命やろうってやった時に楽しくなったけどね、ゲームはねもう義務感になってたよ、毎日あげなあかんなと思った、まあ、もう気持ち楽になった。あと料理なんかでも毎日料理作らんないし、もう今日も動画撮らんでええかとか、今日はもう編集めんどくさいなので抜け抜けになっとったけども、やっぱりこう模型をやることによって毎日料理の動画も出したいっていうのになってきて、ね、本当に仕事への活力っていうのかなが養える、やっぱり好きなことするってすごい大事なことやなと思った。だからね、みんなもね、なんか好きなものを見つけてやるといいと思うよ。ということで、今日のあっちゃんの、それどうかこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。今日のあっちゃんのそれ良かったよと思ったら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。今日も一日よろしくね。